野球グローブの生産で全国的に有名な三宅町が生産100周年を記念した事業をスタートさせました。最盛期の70年代には国内生産の6割のシェアを誇った三宅町には、野球グローブやミットの製造について長年培ってきたノウハウや各工房のこだわりが蓄積されています。こうした技術と経験を次の100年につなげようと、昨日三宅町野球グローブ生産100周年記念事業のオープニングセレモニーが行われ、三宅町出身の元プロ野球選手駒田徳広さんのメッセージが紹介されました。そしてグローブを作る職人が紹介された後、商品開発のプロモーションで評価の高い金谷勉さんと、住民参加型のまちづくりプロジェクトなどで定評がある山崎亮さんがトークセッションを行いました。この記念事業では、これまで公開されることのなかったグローブ生産の姿を広く伝えるため、生産工程などを見ることのできる工場見学などを予定しています。